マラトーンはギリシャアッティカ地方のアテネ北東にある村。超音を省略し、マラトンとも表記される。マラトンの戦いの舞台として知られており、この時の故事にちなむ陸上競技マラソンの名の由来となった。現代ギリシャ語のデモティキではマラトナス、カサレブサではマラトンと表記される。マラトナス市は東アッティカ県に属し、その周辺地域も含む基礎自治体である。 自治体としてのマラトナス市は、東アティカ県の北東部に位置し、県内で第二の面積を持つ。マラトナスの集落は、市域中央部の内陸部にあり、県とパリにから北北東へ約1 8トルアテネから北東へ約2 8トルの距離にある。集落の東には、エーゲ海に向かって平野が広がっている。マラトンの戦いはこの平野において、 上陸したペルシャ軍を迎え撃つ形で行われた。マラトナスの集落の西には、アッティカ地方最大の人造コマラトンコがあり、アテネの水が目となっている。隣接する自治体は、以下の通り。北東には海を隔ててエビや島が横たわっている。人口1000人以上の都市には、以下がある。最大の都市は、ネアマクリ。マラトナスから南へ。 約8 2トルの海岸部に位置する。プラタイア人の墓起源前490年、マラトン付近の海に面した平原において、アテナイプラタイア連合軍とペルシアの間で、マラトンの戦いが行われた。アテナイの将、ミルティアですが、ペルシアの大軍を撃破し、アテナイはペルシアに勝利した。マラトナス市は、東アティカ県に属する基礎自治体の一つである。 現在のマラトナス市はカリクラティス改革に伴い旧マラトナス市を含め4自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の旧自治体名欄は無印がディモス、印が木のテタの名を示す。面積の単位は経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。フィディッピデスの像。 マラトンからアテネに向かう道筋にある。マラトンの戦いに関する伝説によれば、一人の兵士がマラトンからアテナイまで戦勝の報告を走って持ち帰り、そこで息絶えたという。兵士の名はフィディッピデスともエウクレスとも伝えられ、伝説が真実かどうかも含めて定かではない。陸上競技のマラソンは長く語り継がれてきたこの伝説にちなみ、 近代オリンピックの開始とともに作られた競技である。1896年にアテネで開かれた第一回オリンピックにおいて、マラトンからアテネ競技場までの競争が行われた。これが近代マラソンの始まりである。早々期のマラソンでは、走行距離の厳密な計測はされず、おおむね4 0トルが目安とされた。1982年により、マラトンから、 アテネの競技場までの 42.195km にコースが設定され、アテネクラシックマラソンが行われるようになった。このコースは1997年の世界選手権や2004年のアテネオリンピックでも使用された。ありがとうございます。